ザス第2弾背番号5番後藤光介です。背番号33高橋仁也です。背番号16番鈴木琴です。今日は小林園さんに一つ見に来ました。じゃあ今からお茶摘みに行きたいと思います。レッツゴー。小林園さんと畑行ってきます。どんぐらいどこなのかな。どんどん入れ込んでます。マジどこですかね。この裏にある。いや、入っちゃうぜ、おい。こんにちは。よろしくお願いします。うお、すげえ。よろしくお願いします。すげえ。こんにちは。どう入った感想。なんかすごいね。こんな近くで見たことないですもん。ないよね。あのよくテレビなんかでイメージでさ、茶畑っていうとこう、かまぼこ状でなってるよね。おあれってのはハサミ狩り用。あ、やってるんですよね。ハサミ狩り用でテレビが来てる時にちょっと積んでるふりして手摘みやってますって感じ。へえ。あ、そう。いなくなると機械でガーって買っちゃうよね。なるほど。あるってだけど自然仕立てって言って、積載が終わったらね、これぐらいまで切っちゃう。で、1年間伸ばしっぱなし。いいとこだけを積む。一芯によって、芯芽、これ。で、二葉。で、だいたい3本分ぐらい。で、取るのが。で、取るときにもう、詰め立てないで、引っ張ってもらうとね。パキッこの辺でもう、そうで、もうちょい下に、だいたい、簡単に、どう、掴んで、こう、手前に、おばちゃんちも音聞いてるさ、パキ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 、だからもう、こう見えたところ。こういうふうに持ってここでピッとこう こういう手をかけてここでピッとでここがね、いかんほうがいいさ。このくらいのほうはこれはないよ、少ないほうがいいさ。ここはねでこういう感じまくるんちゃうんだんだん長くできた。そうお兄ちゃん上手じゃん。やっぱ若い子お兄ちゃん若い一心によってね、いいお茶、今の社長はね、いいお茶を作りたいもんでね。よく書いてたの。香港行けないわ。ん？香港。香港行けない？見つけないよな、すぐ。ね。あ、やっぱりさっきの人。一個さ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 。社長にもらってきて。香港さん。あ、ありがとうございます。はい。これね、グループで回して。回して。爪を爪でやったら黒くなっちゃうんでダメになっちゃうんですよ。ハラビハラビハラビの腹で爪を立てるとこすったとこね。勉強になるの。これでいい。柔らかいです意外と。これでいっちゃいます。お手もらってきなさい。手はさっきから持って柔らかいからね。こうやるじゃん。
なっちゃん払いでいいからってお茶をください。そう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 、腹で一番美味しいお茶をください。何でしたっけ、2杯一心二王とか、一心二王。昔はね、昔っていうかね、私も23年これやってるけどね、うん、はい、まだ20年前ぐらいはね、80人ぐらいいた、こう取る人も。ここビッチリ、2通りぐらい。すごいですね。うん、すごかった。今だんだん減っちゃって、今ね、やっと15人しか来ない。うん、探さないで石でしょ、うん、どれを取ったらいいのか。石に取っていいよ、こういうの、こういうの、これもいいですか、うん、これもいいですね、うんうん、これもいいよ、これもいい、うん、こういうのは芯がある、みんな取っていい、取っていいよ、これも取っていいですか、そうそう、いいよ、あ、いいんです、うん、これも取っていいんだ、うん、そうそう、いいんだ、こういう大きいの取んなきゃ、こういう目は港って、こういう目、港って、こういう目、黄緑の港って、いや、それ持ってきて、あの下で入れちゃう、これ入れるの、機械入れるって、うん、すごいな、